は、<laughs> いたいたー。ねえねえ、君はこんな夜中にどこに行くつもりなのかなはは、<laughs> 驚いた俺のことも知ってくれてるなんて嬉しいな。いつもうちのグループを応援してくれてありがとうね。ま、君の場合はリーダーが目当てなんだろうけど。あの人顔だけはいいからねー。 <laughs> 今だって、あいつに呼び出されて家に向かうところだったんでしょ知ってるようちのリーダーと君が、ただの推しとファンの関係じゃないってことくらい。だってこの前、あいつに彼女できたって自慢されたしさ。えそんな喜ぶようなことじゃないよ あまりメンバーを悪く言いたくはないけど、あいつは可愛くてお金を見継いでくれる子なら誰でもよくて、自分に都合のいいファンに手出して飽きたらすぐ捨てるようなやつなんだよ。嘘じゃないって君だって心当たりがあるんじゃないのそのあざだって、あいつにやられたんでしょ。可哀想に。 ああ、泣かないで。ごめんね。嫌なことを思い出させて。君を泣かせるつもりはなかったんだ。だからね。俺にしときなよ。俺なら一途だし、絶対君にひどいことはしないから。は <laughs> びっくりした。 握手会やファンミーティングで君を見かけるうちに、俺の方が好きになっちゃった。<laughs> お願い。俺にしときなよ。あんな最低な男のことなんか忘れて、二人で幸せになろう。あ、いいの <laughs> やったー。 ええと、それじゃ、このまま家に来ないその大きな手荷物を見る限り、あいつの家に泊まるつもりだったんだろ大丈夫。俺が優しく、慰めてあげるからね。お、<laughs> おはよう。よく寝れた あ,あ声、かすれちゃってるね。はい。お水どうぞ。あー昨日の君、とっても可愛かったな。ますます好きになっちゃったよ。うわあーむせた <laughs> ごめん。水飲んでる時に変なこと言って。口の端から、こぼれてるよ。 <laughs> やっぱり可愛いなー、俺の彼女は。ねえ、このまましてもいいええー、もう帰っちゃうの <laughs> でも、お外にはまだ出ない方がいいんじゃないかな。なんでって <laughs> さっき俺と君が一緒にいるところの写真、ネットニュースに上がっちゃったから。今すっごく炎上してるから、収まるまで。いや、このまま俺の家に住んでくれていいからね。え <laughs> 違う違う。知り合いに頼んで家に入る前の写真を撮ってもらっただけ。君の顔はぼやかしてるから安心して。 あんな可愛い君の顔、他の誰にも見せたくないもん。でも、いくらごまかしてるとはいえ、ガチなファンは君を特定しようと躍起になるんだろうな。<laughs> <laughs> 俺だって、こう見えて人気あるんだからね。もう、そんなに怒らないで。俺は、君をあいつの沼から救ってあげたんだよ。 心配しないで。君がいてくれるなら、俺は何もいらないから。それに、君はもう俺の彼女になったんだから。<laughs> 好きにしちゃっても、いいよね。